私たちの暮らしの周りにあるさまざまなもの、あれもこれも、そしてそれもあれも、工業製品や医薬品、そのほとんどが有機合成化学によって生み出された有機化合物からできています。化学と工業を結び、私たちの暮らしを支える有機合成化学ですが、その現場では有害な物質が使われているため、一昔前までは環境への影響が心配されていました。いかにクリーンに安全で効率よく有機化合物を作るかという環境問題は、今でも化学の世界と工業の世界にとって重要な問題です。この分野で世界をリードする日本の科学者がいます。東京大学の小林修さん。小林さんは不可能と言われた水の中で有機化学合成を行い、その常識を覆しました。水の中での反応を突き詰めていくと人間に戻ってくるんじゃないか、人間の研究に戻ってくるんじゃないかと、教科書が全て変わるってことですね。化学と工業の在り方、その全てを変えてしまうかもしれない水。今日はそんな小林さんの有機合成化学の世界を覗いてみましょう。さて、有機合成化学、有機化合物とは一体どんなものなのでしょうか。古来物質を分類するにあたっては、動植物の生命力によって作られるものを有機物、生命とは関係ないものを無機物と呼んでいました。そしてこの有機物を科学的に人間の手で作ることを有機合成化学、その有機合成化学によって作られる物質を有機化合物と言いました。今では炭素を骨格とした化合物のすべてをそう呼んでいます。化学合成を効率よく行うためのものに触媒があります。触媒には物質の化学反応を手助けする働きがあり、通常よりも小さなエネルギーで反応を起こさせることができます。しかし固体である原料 A と B を合成する場合、同じく固体である触媒をまぶしてみたところで合成はできません。そのため触媒作用を持つ溶媒を使い、原料 A と B を溶かし込むことによって化学合成を行います。現在の化学工業では溶媒を使って化学合成を行っていますが、中には有害なものもあり、多くは安全に処理されているとはいえ心配はつきません。こうした現状を何とか変えたい、小林さんはそう考え、環境に優しい有機合成化学の実現に挑んできました。有機化学の場合、取り扱う化合物がほとんど油ですので、まあ、一般には水っていうのは溶媒としては使えないっていうふうにずっと考えられてきたと思うんですけれども、例えばこういう実験室でいかにそういう無水の条件を作り出すかっていうことが有機合成化学者の腕前だったりするわけです。ですからごく少量でも例えば空気中の湿気でも水があったら非常に不都合なわけで、水を溶媒として使うなんていうのはまあとんでもないということがずっと考えられてきたわけなんです。また水を溶媒として使用するには次のような2つの大きな問題がありました。例えば水に有機化合物を入れ攪拌してみます。通常の化学合成では溶媒に原料を溶かし込んで反応させるのですが、水を溶媒として使った場合、基本的に油であるほとんどの有機化合物は水に溶けてくれません。
有機化合物が溶けないと効率的に化学反応を起こさせることができないのです。また有機化合物や触媒などの中には反応性の高さからこのように水自体にすぐ反応してしまうものもあります。反応させたい物質があってもその前に水に反応してしまい合成に至らないのです。こうしたことが水では有機化学合成のできない理由とされてきました。水を溶媒として使おうという小林さんの発想は非常識極まりないこととされました。しかしそれでも水にこだわったのは有機合成化学だけにとどまらない広がりを小林さんが考えていたからでした。水は地球環境はもとより人体にとっても大きな存在です。人体のおよそ 60% は水だと言われています。また人間は三大栄養素やビタミンなどを取らなくても水と塩分さえきちんと補給していればかなりの長い期間過ごすことができると言われています。こうした人間の生命活動に関わる存在、それが水なのです。我々の体の中っていうのは非常に精密な化学反応が行われてるんですね。これ今のところフラスコでやるよりももっとその精密な化学反応でして、その化学収率は 100% ですし、選択収率も 100% なわけです。そういう反応が、我々の体の中で、酵素を触媒として行われているわけなんですけれども、我々の体の中にある溶媒っていうのはこれ水なんですね。有機溶媒っていうのは全くないんです。ですからその水の中で非常にその精密な効率的な合成反応が行われているという意味では、我々のその手本になる反応が実は体の中で行われていると。で結局その水の中での反応を突き詰めていくと、それは我々の体の中のいろいろな仕組みを、理解することにつながっていくのではないかと。そういう意味でフラスコの中で水を溶媒としていく研究は最終的に我々の人間に戻ってくるんじゃないか、人間の研究に戻ってくるんじゃないかというふうに考えてるんですけどね。人間を知ることへもつながる水を使った有機合成化学、その大きな転機となる発見はある偶然から生まれました。1991年小林さんの研究グループは酸を触媒として使う有機合成の研究を行っていました。さまざまな酸を探し出しては合成実験を繰り返していた時、アメリカの研究者が発見したあるルイス酸触媒の資料を見つけたのです。禁水条件で作るのが常識だというふうに思ってたんですけども、その2、3行の記載には水の中で作ると書いてありまして、これが非常にキーに思いましたし、あ、これは水での中で作れるんだったらこれは水の中で安定に違いないと、もしかしたら水の中でルイス酸として作用できるんじゃないかというふうに思ったわけです。すぐに実験が行われました。通常優れた触媒であるルイス酸は水に反応して分解してしまいます。しかし小林さんが再発見したこのルイス酸を見てみると、水の中へ入れても何事も起こりません。つまりこのルイス酸は水の中で分解することなく存在することができたのです。水の中で作られた物質なら水の中で使えるに違いない、この発想の転換が画期的な発見を生み、一躍小林さんの研究は世界の注目を集めることとなりました。しかしこのルイス酸にも問題がありました。水に反応はしないものの触媒としては反応が弱く、合成を行うには水に有機溶媒を加えることが必要だったのです。その段階では確かに有機溶媒は多少いるんですけども、
これまで全くあってはならないと思われていた水が、まあ、かなりの量あっても、まあ、反応が進行すると。しかもそのルイス酸が大量の水があって、しかも安定に存在できるというのは、まあ、いわばまあ科学の常識に反するという、まあ、常識では考えられなかったことで、まあ、非常にインパクトがあったわけです。ただまあおっしゃられるように、その時ある程度の量の、まあ、溶媒が必要だと、有機溶媒が必要だということで、まあ、次のステップにつながったわけですね。次はまあなんとかその有機溶媒を排除して全くその水だけで反応ができないかということを考えたわけです。有機合成化学の常識にとらわれることなく研究を続ける小林さんですが、一体どんな子ども時代を過ごしたのでしょう。その途中でやっぱり固められるのが一番いいですよね。まあ正直あんまり覚えてないんですけどね、母の話なんか聞くと必ずしもそうではなかったっていうようなこともありますから、すごくそんなに科学が大好き少年だったっていうことではなかったんじゃないかと思いますけども、もう勉強よりもむしろその遊びの方が好きだったと。中学高校って比較的その実験を多くやらせてくれるところでして、実際に書いてあることが実験やると起きますよね。でそれがちょっとそのさじ加減を変えると全然違うことになったりとか、あとその化学反応が非常に面白いっていうふうに思いましたね。そうですね、一つはまあその私の恩師でもあります向山輝明先生の授業に非常にインパクトを受けたというんですかね。3年生になって、まあ、科学理学部の科学科に入ったわけですけども、そこで向山先生の講義がありまして、非常にそのなんて言いますかね、インパクトがある講義で、有機化学は面白いっていう感じがしましてね。一番今でも大事にしなければいけないと思っていることは、やっぱりそのオリジナリティのある研究をしなければいけないと、人の真似をするなってことですよね。まあ、研究はいろいろな、まあ、何をやるかっていうのは非常に重要な部分だと思うんです。で、まあ、その時々に流行りの研究っていうのはどうしてもあると思うんですね。時代にこうマッチしたような研究とか、ただそういうことをやるんじゃなくて、何が本当に大事かということを常に考えてやりなさいと。浮き草のような研究をやるなと。ちゃんとその浮き草ではなくて、海底に根の張ったような研究をやりなさいと。そしたら水が流れても流されることなくずっと残っていくというふうに言われまして、まあ、それは今でも非常に大切なことだなと思っておりまして、今学生にも今度は私が伝授してるんですけど。先生は向山先生のライバルになれたんですか。いやまだでしょうね、まだまだ若そうですから。これからでもやっぱり研究者対研究者だ、ね、目標ですよね。早く止まってもらったらいいか、これは冗談ですけど、どんどん逃げてきますから。こっちも頑張ってるんですけど、なかなか距離が縮まらないんで。研究室もスポーツ通るんですよね。そうですね。ソフトボールも優勝して。そうですね。卓球も3位。そうですね。卓球は去年3位でした。その前優勝してますからね。あんまり将来みんな好きなのが集まってきてますかね。そうですね、なんか頑張れてますね。まあ研究っていうのは体力、まあ、研究に限らずですね、まあ、全ての仕事っていうのはやっぱり体力、最後は体力ですよね。もちろん頭つかなきゃダメですけども、最後のギリギリのとこだとやっぱり体力が勝負になりますから。研究は体力、パワフルに駆け回り、パワフルに食べる小林さん、その原点って一体何なのでしょう。大学の4年生になって9月か10月ぐらいから研究室に入ったんですけれども、最初の数ヶ月はオーバーラップしてたんですね。剣道をやりながら研究室に入っていたと。でそれをまあ最初は研究室に入りたい時に先生にお願いしたら、いいよと言われていただいて、中学から始めまして、中学高校はまあそんなこと大したことなかったんですけども、大学に入ってまあかなり熱心でありまして、まあかなりなんて言いますかね、そこそこですかね。京都大学との対抗戦で4年生の一番最後の試合で10月か11月ぐらいにやるんですけども、
まあ、最後にちょっと活躍できた写真で、今見ると結構すがすがしい顔してますね。そうですね。やっぱり4年間みっちりありましたんで体力は相当ついたと思いますね。先生今も体力すごいですね。いやもう今落ちてきてるんですけども。ルイス酸を使った水溶液中での有機化学合成の実験には成功した小林さん。次のステップは水の中での合成です。そのきっかけは一つのひらめきでした。基本的に油と水はもう混ざらないですから、均一にして反応させるっていうことはもうこれ不可能だと思ったんですけれども、そこで考えましたのは界面活性剤っていうものなんです。界面活性剤は分かりますよね。混ざり合わないことをよく水と油と言いますが、界面活性剤はこの水と油を混ぜ合わせる働きがあり、主に石鹸や洗剤などに使われています。洗剤のコマーシャルでよくこのような映像が流れていますが、この油を包み込むことが界面活性剤の仕事なのです。あれはうまくその水が大量にある中で油をこう包み込むっていう性質があるわけです。でそれを考えまして、じゃあその界面活性剤の性質をルイス酸の触媒の中に組み込んでやれないかと。ルイス酸触媒として働く一方、界面活性剤としても働くということが一つの分子でできるんじゃないかというふうに考えたわけです。界面活性剤が油を包み込む作用とルイス酸が合成を活性化させる作用、この2つを持つ新しい触媒を作ることで、小林さんは水の中での有機合成を実現しようと考えたのです。そして誕生したのがルイス酸界面活性剤一体型触媒ラスクでした。ラスクはどんな働きをするのでしょう。フラスコ内の水にラスクを入れ、その中へ原料の A と B を加えると、水の中に細かなコロイド粒子が広がり、白濁したコロイド溶液になります。ラスクの界面活性剤の作用で作られたコロイド粒子の中には原料 A と B が水に触れることなく閉じ込められていて、ラスクの触媒作用によって化学反応を起こし生成物に合成されるのです。では実際に医薬品や農薬などに使われるアルドール体をラスクで合成してみましょう。まず水の中へラスクを入れます。続いて原料となるアルデヒド、そしてシリルエノールエーテルを加えます。すべてが水に投入されたところで攪拌すると、水は白濁しコロイド溶液になります。つまり水の中にアルデヒドとシリルエノールエーテルを包み込んだラスクのコロイド粒子が広がり、その中で化学合成が行われているわけです。このコロイド溶液を遠心分離すると、きれいに水とラスク、生成物のアルドール体に分離されます。一番上が水、次がラスク、そこにあるのがアルドール体です。有機溶媒でしかできなかった有機合成がラスクによって水の中で実現されたのです。これはある程度その望み通りの反応がいくんじゃないかなと思ってました、その時はですね。で、まあ実際にやってみますと予想以上の好成績ですね。全く有機溶媒を使いませんから、それまでは全然できなかったことで、ちなみに一番最初に見つけたその気土類金属トリフラートっていうのを同じ反応に使いましてね、同じように反応させましても水だけですとわずか 3% の種率でしか取れないんです。それがラスクにしましたら一気に 92% までいったわけですから、これはまあ予想以上の大成功だったということになると思います。環境面、効率、リサイクル性、さまざまな面で高い性能を見せたラスク。ラスクの誕生は有機合成化学にとって大きな一歩となりました。有機合成に水は使えないという常識を覆し、新たな有機合成化学の可能性を切り開いたのです。さて、
ラスクの実用化へ向けた動きもすでに始まっています。この大手試薬メーカーが作る研究用のラスクは、有機合成化学が変わるのではと期待する多くの企業の研究に使われています。このラスクにの試薬は2年ぐらい前に発売させていただきまして、発売数としてはそうですね、各企業さんにだいぶ行き当たっているような形です。もう環境に優しい方に有機化学は必ず行きます。必ず置き換わっていくと思いますね、そういう環境に優しい化学に。そういう意味ではラスクはかなり期待の持てる。そうですね、はい、ラスクはもうこれは工業的に使っていけると考えております。水によってこれまで以上にクリーンに有機化合物を作り出すラスク。化学が、工業が、そして私たちの暮らしが大きく変わる日もそう遠い日ではないかもしれません。常識を覆し、新しい有機合成化学を描き出す水の研究。毎朝小林さんは大好きな研究に没頭するため、誰よりも早く研究室へやってきます。どうぞ。もう実はアクソン。そして休む間もなく5つある実験室へ。一応もう やっていただいて、はい、じゃあ連絡します。これは TCF。 はい、水 TCF です。総勢30名のスタッフが水の中での有機合成を中心とした環境に優しい有機合成化学の研究に勤しんでいます。2ステップだけです。よし、 OK、 じゃあやってみよう、はい、その方がこういうのやられるでしょう。そうです。例えばプロパル。小林さんはそれぞれの研究の経過を確認して次々に指示を与えていきます。どう、前田落ち着いた？はい。どう？はまだ多分回るんですけど、ちょっとやってて。午前中の数時間は目の回るほどの忙しさです。なんか忙しいです。ん？忙しいです。いや、こんなもんですよ。電話が今日は少ないからいいですよ。あ、でもね、やっぱり普段はね、歩いてるやつ座ってるのが多いですね。圧倒的にやっぱり座ってるのが多いから、だからほっとくとやっぱりどんどん太ってしちゃうっていう。水を使った画期的な新しい分野を発展させるべく日夜研究を続ける小林さん。その研究成果は海外でも次々に発表されています。小林さん自身、月に何度も海外へ出かけ、ライバルとなる多くの研究者たちから熱い注目を集めています。Professor Kobayashi's work and our work are similar in some respects, but different in others. He is a great scientist. I greatly admire some of the catalyst chemistry that he's been developing. Is this in any way a sort of competitive relationship that you have with him? You asked me whether Professor Kobayashi and myself are competitive. I would hope that he thinks of me as a good scientist, just as I think of him as a good scientist. Scientists work best when they're trying to advance the frontiers of science, not when they're trying to compete directly against one another. Both of us have passions to achieve important advances in the subject that we're working on.水を溶媒として使うというのは、これも今までの有機化学の中では、まあ、非常に非常識といいますかね、考えられなかったことだと思うんです。ですから裏を返しますと誰もやってないんですね、これまで。ところがこれまでの有機化学っていうのは全くそういうことを考えずにずっと体系立てられてきてるんですね。もう水は初めからこうダメと、
水と油はなじまないからそんなものは使えるわけないよっていうところからも始まってますから、そこのところがこうひっくり返りますとね、もう一度有機化学の、体系を再構築しなければいけないっていうんですかね。ですから今までの有機化学のいろいろな常識が次々に覆ってくる可能性があると思うんです。そういう意味ではこれまでとはもう全く違う有機化学がこう体系立てられるかなっていうふうに思ってまして、これはまあおそらくライフワークになるんじゃないかと思いますけども、そういうことをそれは非常に基礎的なことですけどもね、それをきちんとやっていくといろいろなところにこう応用展開できますんで、そういうことを生涯かけてやっていきたいなっていうふうに。全然違う有機化学。そうですね、もう教科書が全て変わるってことですね。この日、春から研究室へ入る新人たちが顔を出しました。小林さんの水による新しい有機合成化学をこれから受け継いでいく若い力です。それで、今日からね、研究始めてもらうんだけど、基本的に研究の対象っていうのは分からないことだから、ずいぶん今までと違うと思うんでね。だから、早く慣れて、そういうことにね。研究は面白いと思うと本当に面白いし、それは世界中で誰も知らないようなこと、分かってないようなことを研究するわけなんでね、ここでね。だから、自分が本当に面白いと思えばすごく面白いし、ジェネラルには面白いことをやってるつもりなんだよ。だからその面白さが早く分かるといいっていうのかな。で、本当はもっとそれでどんどん自分でできるようになったら、自分の面白いと思うことを早く見つけて、それを一生懸命研究したらいいんじゃないかと思うんでね。この中からさらに新しい有機合成化学が生み出されていくことでしょう。物事をこう楽観的に考える、この方が人の方がこういう分野向いてると思うんですね。なんていうんですか、ネガティブに考えるよりは、少し能天気なぐらいポジティブに考えた方がよくて、っていうのは実験っていうのはこう特に我々のように研究やってるとこ うまくいかないことが多いんですね。こう仮説よく考えていろいろな今まで その知識をもとにやるんですけど、なかなかそううまくいかないわけです。でうまくいかない時に次もまたダメかなと思ってやるよりは、次はうまくいくぞと、今回はダメだったけど次はうまくいくに違いないと、特に根拠はないんですけどね、そういうふうに思ってやった方が今ちょっと申し上げたようなその大発見を見落としにくいっていうんですかね。ダメだなと思ってやるとやっぱりダメだったってことになりますよね。ところが今度はうまくいくはずだと思ってやったら、望み通りにはいかなくてもちょっとそこで見えたその光みたいなものを見落とさずにですね、あ、これはダメだけどこっちが良かったじゃないかと思える性格の方がね、研究者に向いてるような気がするんですよ。水で有機合成化学の常識に挑む小林さんの研究、それは小さなフラスコの中から始まり、化学を変え、産業を変え、地球、そして人間の仕組みにまで迫る壮大な挑戦なのです。毎日が楽しくてしょうがないですね、研究に関してはですけども。